あーもしもしあもしもしまあじゃあちょっとこれってちなみに娘さんの写真って見せていいんですか娘の写真は見せても大丈夫ですはいはい、はい、昨日から行方不明になった、まあ、ツイギャス配信者これ名前わかるんですか全くわからないんですよ、ね、全くわからないけどとりあえずツイギャス配信してたってことね <laughs> はい、まあちょっとねみんなこれ見えるかなこれちょっと拡大して文字見せるんだけど、えー、岐阜に住む二十歳の娘を持つ母親ですこれこそのツイキャス内の影響力り誤解したく連絡していますツイキャス中内にて誘拐されてしまいました一、はい、人ん,なんか赤ちゃんの声聞こえるけどあ、うんね、猫ですすいませんあ猫か一、はいえー、人の女性の命と淫乱行為の危険が強姦ってことですわねこれは多分。 お恥ずかしながら娘は知的障害を持ったより見た目は二十歳の女性ですが知的的に小学5年生程度の学力しかなく分別がつかない子をツイキャスにいて知り合った男性に言葉巧みに騙されていると、はい、岐阜県警と警視庁に相談したけど取り合ってもらえないと、はいはい、で私は岐阜県の。 ななんていうのまあとりあえず警察は折、えー、り合ってくれない生命の危と娘が強華に合わないが心配です、はい、何度か相手の男性と話し合いの場を作っていますが強奪状態でなすすべなくでした母親には関係なく僕たちは一緒に住みます彼はまだ大学1年生で養う力なく素性も分からずですツイキャスはみんなで楽しくお話をする場が次元の場となっ おります娘が心配で仕方ありません、はい、いろいろ調べたら誘拐と言ってもおかしくありません拡散力ある子供さんの力で娘を助けてください、はい、っていうことでまあだからどうしたらいいいのこれは <laughs> <laughs> いやまあとりあえず娘がもうえでも1日しか経ってないのまあ昨日の朝方からはい昨日の朝方からでしかも娘の追キャス名もわからないし彼氏の追キャス名はわかんないのこれそうなんですよねえれんえ母親には関係ない僕たちは一緒に暮らしますみたいなのはど,どうやって聞いたのじゃ えっとそれはもう突然娘の口から「ああの同棲します」みたいないきなりえそれは何失踪する前ってことえ娘さん一人称僕たちなのえ一人称僕たちなの娘さんって一人称ごめんなさい一人称です一人称はい分かってないの意味もしかしてすいませんマジか娘さんは普段から僕っていうんですか自分のことうちがって言いますあだから母親には関係ない僕たちは一緒に住みますこれ誰が言ったの相手の彼氏さんの方です さっき娘って言わなかった？あ、ごめんなさい、すみません。え、だからこれ彼氏に聞いたってことでしょ？はい。で、その男の方いつ聞いたの？それはライン上でつい最近今月になってからです。ライン持ってるの、彼氏さんの？はい。<laughs> じゃあ本人に言えばいいじゃん。いや、もう何度も話したんです。まあそこにも書いてあるんで。なんでライン知ってるの、かその男の？娘が教えてくれたんですけど、うん。え、娘の携帯番号知らないの？私がですか？はい。あ、知って 言ってますじゃあ俺に教えて今かけるからちょっと待ちくださいでも一日で行方不明かどうかってちょっと判断しにくくないですかもう絶対行方不明でなんかとんでもないことに巻き込まれてるんですか絶対そうなんですか絶対娘さんからは別になんか何も言われてなかったってこと、はい、ただ男の方からお母さんには関係ない話なんでって言われたってこと てたんですけど。でもそれはなんか言葉巧に騙されてたってこと、はい？そうですね。で娘さんのツイッターとか知らないのツイキャスアカウント？ツイキャスをやってる投資家聞いてないんで。ええー、どんな名前でやってるとか一切聞いてないの？聞いてないんですよ。みんなこれだって誰か知ってる人 <laughs> 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 誰。誰か知ってる人。ツイッターのアカウントもわからん？そうなんですよ。ちなみになんで僕のこと知ってたんですか？私の友人がこれこれさんに相談して。 ああ友人から俺を教えてもらってってことですよね、はい、だから俺、ね、初めて俺の声聞いてるってことですよねそうそうです、ね、ああなるほどなるほどはい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 ,はい、はい、なるほどまあちょっと僕ねあの言葉遣い荒いんですけどはい100%解決しますよろしくお願いしますちなみに毎日してたの娘さんって配信毎日かどうかは分かりませんけどもそこ分かんないとな,なんか昨日パッといきなり配信やめた人とかだったら特定できそうだけど 定期的にやってないんだったらちょっと無理だよね特定ね <laughs> おめえら探して来い弟がいるってあ弟さんもいるっていう話じゃんけあそうです,そうです弟さん今いるんですかその家に今ちょっとバイトに行っててあそうなんだはいいつ帰ってくるのもしかして今日友達のところ泊まるということでしたけどへえー、怪しいなとりあえず娘の電話番号まだ、はい あ、今、送ってますけど。あ,あ、もう送ったの。あ,あ、来てる、来てるけど、本当だ。じゃあちょっと、この娘さんの電話番号に、ちょっと電話かけて、まあ、出るか、やってみますね。はい。あと、ちなみに、まあ、これ、あの、優雅迷ったんですけども。なんか、俺も誰かわからないんですけど、あなたの話が全部嘘ですとか言ってる人いるけど。はい。はい。嘘です。はい。嘘ですという人がいますか。はい。はあ。嘘なんですか。嘘ではないです。あ,あ、そう。で、ちょっと娘さんに電話かけます。 出るかなまあ出ないだろうな普通に考えて息子さん何歳ですか息子は18です出ないねじゃあ娘さんは本当にツイキャスなんですかそれとは別のサイトなんですかツイキャスで配信をしてたということは聞いてます、うん、パソコンあるんですか娘さんの iPhoneiPhone ああ iPhone か iPhone どうしたらいいのみんなこれじゃあその弟さんの電話番号教えてもらっていいですか まあちょっとあの多分出ないと思います、うん、この時間出なくていいから一応教えてもらっていいですかはい、はい、ちょっと待ちください、はい、でもさっきなんか嘘とか言ってたやつは結局スカイパーディ何も教えてくんないからこいつが嘘なんじゃないステ赤カっぽいしでもこんな嘘ついて何がしたいのって話だしね、はい、でも一応とりあえず登場人物全員に電話かけてもしかしたら出るかもしれないから誰かがあの今送った画像が相手の学生舎です、うんうん、学生証を持ってんのなんだけはっけ 何これ。絶対やべえやつじゃんこいつ。ですよね。やばいでしょこれ。本当にやばいんですよ、この子は。<笑><笑>え、なんで学生証の写真持ってんの。念のためというのが、ラインで娘から、あの送っていただきました。うん、え、娘さんが、この男性の家にいるときに、写真を勝手に撮って、あなたに送ったってこと。<か>これ見してもいいのかな、ちょっと大学名。大学名は消した方がいいですね。そうっすよね。はい。 であと顔だけで決めつけるのもよくないけど、とりあえずこいつが親の言うことも聞かずに、娘さんと一緒に暮らすからということで、娘の親から娘の人に一旦返してくれっ,つって言、はいまあ、ってこのに、ね、そうですね、で、一回ちょっと私とお電話をしたことがあるんですけども、すごい感情的になるし、はい、あの私を怒らすほどの不調で、バカにしたような感じで。娘の親をバカにしたような素顔をしたと、はい、こいつは。はい、まあ、普通にありえないよね。 そんで,でこれは出していいんですか。出していいです。わか,かりました。こちらです。えーどうやら娘さんを誘拐してる男性がこちらです。これ本当の話なのこれ。はい。ちなみに何って言われたんですか。電話してる時に。うちの娘の名前がレイナって言うんですけども。はい。レイナさんの気持ちを分かってあげないんですかお母さん。<laughs> <laughs> いや大学の2年生の社会人になってないあなたには言われたくないですって,って、うん、そしたらそしたらんかけてますお,かお母さん頭おかしいんじゃないですかっていうことを言われてああはいはいはい出ないなやっぱこの時間無理か娘さん俺のキャス見てる可能性ってありますあ,ありますねマジでじゃあ出ないっしょ これずっとラインとか仕方なんですよね。そうですね。電話しますって言っても、うん、ずっとかかってこなくって、うん、もう本当に爆フォされてるんですよ。はい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 。はい。ちなみにその彼氏さんのあすみませんもしもし。はいもしもし。あすみませんいきなり申し訳ないっす。はい。えっとお姉ちゃんのレイナさんの知り合いのものなんですけども合ってますかねレイナさんっていうのはお姉さんが。 申し訳ないですいきなり申し訳ないですすいません弟さんということでちょっとあのお母さんの方から電話番号を聞いてちょっと今いきなり電話かけてしまって申し訳ないです本当にいきなりじゃあれいなさんが今ちょっと行方不明っていうのはご存知ですかねはい来てましたああ知ってますかでれいなさんから話とかってあんまり聞いてはいないですかねあああんまり聞いてないですねああそうですかんかれいなさんってツイキャスっていう生放送サイトで配信してたみたいなんですけどもそこでやってる名前とかっていうのも全然知らない 一緒に住んでる時はやってたのは知ってたんですけどはいはいはい名前までは分かんないですね分かんないですかちなみに顔、ね、顔を出してたりとかはしとかも分かんないですかね顔は多分出してないと思います声だけでああそういうなんですね、はい、分かりましたまあそうっすか彼氏さんの方も分からないですかね分かんないです、ね、あすちなみになんかツイッターとかって分かったりします、はい、ツイッター分かんないっす ああすみませんこんな矢分遅くに申し訳ないっすはいすみませんいきなり申し訳ないっすはいすみませんはい失礼いたしますダメだこれ弟は一緒に住んでるんじゃないのあの今ちょっと私の治療があってどういうこと諸事情であの友達のところにいるという感じです弟今諸事情で友達のところにずっといるのはいえいつからあのいつからん あ、いないっていうことではないです。あのお友達の家にいます、うん。お友達の家にいるってこと、いつからだから。はい、うん、いつから。まあ、ちょっとその辺ちょっと言えないんですけど。は。言えない理由は何なの。うん,んと、九月、あ、秋ぐらいか。九月頃から。九月頃から弟はずっと家にいないってことね。それの理由は。まあ、これ家庭の事情で。 もう母さんも姉ちゃんも変だからもう出てくっつってはい, <laughs> はい、はい、とりあえず弟に聞いても何もまあ得られんかったなで姉ちゃんのツイッターも知らんしでこいつのちょとりあえず LINE のスクショ見してよ LINE のスクショ、うん、ちょっと間違てくださいはいはいこれ中身も見してもらっていいですかここここれ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 ,これドイツ人物ですか これが今ホーーーム画面ですはい、はい、ですす中身のトトクク履履歴歴見ててもらっていいですかトーク履歴とりあえずさツイキャスページがさ分かればさなんかちょっと切り開きそうな気するけどね娘さんなんか置いてるもんないの家に置いてるもの例えばタブレットとかそういうのああそんな感じのはい持ってっちゃ全部持ってった感じなのそう持ってってますねなんか娘さんの部屋に何かあったりしないの特に見当たりませんね漫画の本とかそういうのはありますけど漫画の本なんで漫画 みんなこれはなんで聞いてるかっていうとね漫画からねツイキャス名を特定しようとしてるあ<お>いやあはちみつとクローバーはちみつとクローバーはちくろって可能性があるな名前がいや大体いい女ってねそういうもんだ漫画とかそういうので名前付けたりするから娘さんちなみに学校は行ってるんですか行ってないよね多分<あ>都市的にあ<は>あもう学校は卒業まあ一応あの二十歳で養護学校を出まして養護学校を出てはいはいはい仕事はしてない感じ仕事はしてます していいる仕事何の仕事事は一応何の接客業なんですけど、はい、レジはあのできないので,あレジがで裏から商品を並べるなるほど,なるほどという感じですね。はいはいはい、のやつですね。はいはい、今日弟さんからこちらに来ることが決まった旨をお聞きしたのでこちらも話を通させていただきました時間が欲しいと言いました1二週間気持ちの整理をつける時間をくれと言われたもちろん前向きに考えたのでなのでこちらに来るにって少し待っていただき返事をきちんと聞いたら親同士の電話あ、なんどういうこと これは以前そういう話もあったんですけどもあのー、もう私も喧嘩していやいやそういう話ってのはうどういうことまず弟さんからこちらに来ることが決まった旨を聞いたってのはないどういうことですか猫飼ってる人ハチクロで調べたら、えー、とある女性配信者が出てきた <laughs> いや違くないさすがに六本木金魚いやなんか違う夢はクジラと泳ぐことですか娘さんは 夢がないと思いますね。はい、夢はない。愛猫ララちゃんですか？猫の名前は？猫の名前なんですか？猫の名前クーちゃん。クーちゃんはい。違います。ココちゃん。クーちゃんココちゃんはい、うん。花ちゃん。何匹おるんやん？六匹です。六匹かい？じゃあ全部言ってもらっていい？うんとレオちゃん。レオちゃん？ゃんえレオちゃん。レオちゃんあビクちゃん。びくジージー。ジージはい。はい。はい えーとあと一一匹匹じゃねあああれあと匹せたあとみーちゃんですみーちゃんみーちゃんはいだそうですてかもう全部一回送ってくんないまずああ全部はいこれこの今君が送ったラインの内容はどういった話なの、はい、えっ、ー、と私が両親とお話をさせていただきたいとはい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 、はい、申し出たところうんは電話切れたんだけどあ大丈夫見せたすみませんあ,せせんあオッケー えっと、両親とお父さんとお母さんに話をさせていただきたいということを言ったんですけども両親はもう関係がございませんと僕には僕と一緒に住んでるのはおじいさん祖父と住んでますとだから両親は全く関係のなくおじいさんと今住んでておじいさんが今親代わりということを言ってました。言ってるる意味わわわかかかりますかね <laughs> <laughs> じゃあ結局両親とは挨拶ができなかったってことだよねそうですねえ拉致されたって言ってたのにバス停に連れてったって話は何レイナをバス停に連れてきました」って何なのなんなん7時52分に朝っぱらから本当に拉致なのそれとも勝手に君が言ってるだけなのいや分かんないこれもなんかクイズに明日答えさせてもらえますねとか意味が分からないんだけどこれ何のクイズなのこれはあの娘に脅されて私が娘に脅された はい。娘に脅されたんですかはいちょっとなんか誰かが電話がきた誰ちょっと待ってもしもしあもしもしはい誰すみませんうちのはうちの親が多分出てると思うんですけどさっき電話かかってきてああそうですはい脅したんですはいはいそうですさっき電話かって誰かわからずあはいはいすみませんなんかいきなり僕もちょっと名乗るの忘れてまして申し訳ないですはいそうです。はい。あのもうちの親が大げさにしてる話なんではい すぐやめてもらってもいいですかね。本当に申し訳ないんですけど。久々にしてる話ってのはど、ど、どういうことですかね。あんま大したことじゃないんで、親が。はい。一人で、ちょっと大げさにしてる部分があるんで。はい、でも、なんか、一番最初に話した時に、はい、レイナさんが、その、行方不明っていうのを知ってますかって聞いたら、<や>知ってるって言ってますんでしょ。行方不明っていうか、その、はい、彼氏のところに行ったっていうのを。はいはい。 行方不明っていうのはちょっと大げさでも例えばなんかその親が帰ってこいって言ってるのにあの彼氏の方は帰させないって、はい、でも結構もう言うたら換禁みたいなもんじゃないですかはいはい、あ、そこどうなのかなって思って一回帰ってくるべきだと俺は思うんですけどそういう話じゃないんですかねなんか同棲してるんですかまだ同同棲棲っっていうかあちには一回同棲する前にちょっとの間、はいはい あっちで過ごして、はい、どういう感じか分かってほしいみたいな感じで言っていてでもあのお姉さんちょっと失礼なんですけど、まあ、小学生以下のなんか知能っていう話は聞いたんですけど、はい、それは本当の話なんですかお姉さんちょっと考えることがあんまできない感じあでそのやっぱ状態で言ってしまうともしかしたらなんか事件に巻き込まれてしまう可能性もあるわけじゃないですか。 はいまあそうですね。はいまあ、っていうことで、多分お母さんはやっぱ自分の娘だから心配してると思うんですけど、はい、なんかその、彼氏さんに連絡取れたらしないですか、お父さんは。僕は連絡持ってないんで、連絡するにもできないんですけど、了解する、ちなみになんでその家には帰られないんですか、まあ、うちの親とその姉の間でトラブルがあって。はははいはい、はい それでうちの姉が、ちょっと一緒にいたくないっていうことで、私の家に行きたいっていう。ああ<ー>、お母さんと娘さんの間でトラブルがあったってことですかそうですね。はい、ちなみに、どんなトラブルなんですか、まあ、金銭トラブルですね、簡単には。わかりました、じゃあちょっとまあ、ちょろっとじゃ話したら終わります、この話。 すいません、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 すみません、すいません、何、金銭トラブルがあったって話聞いたけど、そんな話聞いてないよ、俺、最初、娘とその金銭トラブルは、今、全然ないので、いや、だから、それ、何があったのなんか、すごい思い込みが激しい子なので、私がお金を取ったみたいなことを言ってるんですけど、お金取ってないのに、お金取ったとか言ってってことか。 はいはい、でそれで喧嘩してもう家出てったってこと、はい、娘がまあその件も誤っ,ったっていうかもう全然違うよとは言ったんですけどまあい,いやバス停に連れてったっていうのはどうなの結局まあその脅されて娘に娘に何て脅されたのなんでバス停に連れて行ったのまずバス停のうんだから今まったか,からまた電話かかってきたね <laughs> はいもしもしあすみません何度もああはい、はい、すみませんはいあれが二人いるんですけど えお姉ちゃん2人いるんですかはいそうです一番上の姉がはい 2>, その2番目の,そのいなくなった姉に電話したらちゃんと帰ってくるっていう話になったらしくて今そのお姉さんが2人いて一番上のお姉さんが行方不明のお姉さんに電話をしてちゃんと連絡が取れて、はい、行方不明のお姉さんはちゃんと帰ってくるって言ったってことですかそうですはい大丈夫この短時間で,ですか,本当ですかそれ 本当です本当です。えそれお姉さんと話せますじゃお姉さんと話せます？二番目の,のああ行け夫になってお姉さんですか？いや行け夫になってない方です。やってない方ですか？だって今今出るかな？いや出るんじゃないだって今連絡してやりとりしてたんでしょ？はいやりとりしました、はい、そう本当の話ですか？なす僕なんかさっき電話かけたら出なかったけどまあやっぱ身内だと出るってことかなじゃあ。 ちょっと本人と話したいんで本人に「これこれさん」の出るように言ってもらえませんいやちょっと ワンちゃん嘘つかれてる可能性ある、はい、やっぱ本人の話が一番信憑性高いんでちょっと何とかしてもらえませんかじゃあいいはい、はい、申し訳ないですけどいいはいお願いしますはい弟君キーになってきたな <laughs> でなんでバス停に連れてったの彼氏の家に向かうバス停に一緒に連れてったってこと娘がどうしても行きたいって言って脅してきて、はい、仕方なく、ま、娘をバス停に向かわしたってことそうですねははははいはいはい、はい で、そこから帰ってこないと。家出じゃないの、これ単純に、ただの、だ今までこういうことなかったの、一回も。あ、い、こうやって、いうのは初めてです。あ、そうな、ね、ん一番上のお姉ちゃんが。あ、ライン。ラインの、の通話で、ちょっと着信があるんですけど。うん、あー、お姉ちゃんが着信あるんだ。はい。出たら。今出れるでしょあ、はい。わかりました。ちょっと待ちください。あ、もしもし。あ、もしもし。はい、お姉ちゃんの話しました。あの、一番上のお姉ちゃんと話したので。はい。はい。 あのもう帰ってくるって言ってるそうなので今お姉ちゃんから何も帰ってくるって言ってるからもう大丈夫だよっていう電話をしたってことそうですねいつ帰ってくるの何これ丸尾○突然失礼しますツイキャスト見ていてご連絡させていただきましたその方の娘 と連絡がつき、話を聞くと、本当のことのようで、今、いなくなった。レイナは、群馬のカデスさんのとこにいるそうです。決して誘拐などではないことやレ、レイナと長女はレイナが取れていることをシンプルに言えるなど。やめてほしいそうです。いや、だから、これって、なんか、いきなりね、丸尾とかわけのわかんない第三者とか出てくるけど、なんで本人たち出てこないの？おかしくない。だから、こいつも誰なのって話じゃんだって、丸尾とか、わけわかんないやつがいきなり出てきて、やめてくれって言ってんの。なんか、隠そうとしてるようにしか見えないんだよね。 なんかめちゃくちゃ詳しいの来たな。これもう初見でも一発で分かるぞ。木村家。レイナとちゃんと連絡取れて話して帰ってくるように言ったから大丈夫。心配かけてごめんだって。はおかしくないこれ。さっき LINE が来たっていうの結構前だったよね。なのにこれ3分前とか2分前になってるけど。時間おかしくないちょっと待ってくださいね。どういうこと木村さん。木村さん時間おかしいけどどうなってんのえ、マジ怪しいんだけど本当何をしてんのね。はい ちょっとお待ちくださいねいやだからちょっとお待ちくださいねって何をしてるの加工とかなんかしてんのマジ怖いんだけど意味わかんない <laughs> 意味不明本当にあの今はとりあえず今保留になった電話があってしかも何これは意味わかんなくてこれ何なのこの画像間違えて送ってきたでしょ何これ新一って何なのこれ わかんないいんだけどどこここれどういうこと工作してて画像間違いで送ったったと <laughs> やばいだろこれ <laughs> 木村家 <laughs> やべえよ木村家の謎だよこれ木村家5人だからお親と長女とよ,よ,よ,よくえ不明なやつと弟あれは誰だ何で5人ってやばい謎の人物が入ってる木村家に <laughs> おいちょ切れたと通はどうなってんや <laughs> 木村家 謎の人物が一人入ってるまだはしかも出ねえんだけどいやマジありえないからねいやてかさこれマジウケるなこれ <laughs> 本当にありそうじゃねえかマジでこの家族どこかへんな木村家の謎なんかいろいろ来てるけどさ木村家の <laughs> 怖えってマジでその嘘をあなたは見抜けるのかこの映画面白そうじゃねえかよあーもしもしはいお母さんちなみにこれ全く関係ないんですけど木村家の5人メンバーいるけど誰がいるんですかあと1人ははい あっ一つはもう使ってない l i n ですああお母さんの使ってないアカウントが一個あるってこと、はい、そうです、ね、既読4ついてるって <laughs> おいお前嘘つくなって何回嘘つくんだよマジで <laughs> 既読4ついてるってあるよじゃ使ってないアカウントおかしくない確かに使っはあ、こいつ切りやがったんだけどマジありえねえだろこいつどうなってんのえマジ怖えバレ怖え 木村家、誰がいるんだよ、残り一人。<laughs> 怖すぎだろ。おい、出ねえぞ弟に連絡いや、弟、どん出るのかな家族全員出なくなった。急に。<laughs> 家族全員出なくなりました。<laughs> 怖え。<laughs> 怒らないから、一回、通話出て。もしもし。 本当に申し訳ないです。うん、でなんで出なかったの？あ今娘と話し話してます。で嘘ついてることもあるんじゃないの？ああります本当に申し訳ないじゃその嘘をじゃ怒本当に怒んないし、うん、もうこれ以上ね取り上げないから、うん、教えてくれ本当に何嘘ついてるのその既読4のさことも教えてよ使われてないアカウントが入ってるって言ってたけど既読4ってことは確実に使われてるわけよ4人誰がいるのここにそのちゃんとあの 真ん中の娘とちょっと待って<の>電話かかっていたもし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 はいはいはいもしもしえっとこれこれさんですかあはいそうです木村ひどこの長女の,あ,のあーはいはい名前は大丈夫ですはい今は多分お母さんがはいいろいろ大ごとにしちゃってると思うんで、えーはいはい、はいはいはいとりあえずあのお母さんが言ってる行方不明になってるっていう人は明日帰ってくるってことでいいんですかそれはあそうですねはい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  お母さんが嫌で家に帰りたくないって,言って,て、あ,あはいはいはいでそれで多分家出て行っちゃったんででもお母さんの電話は出てくれないと思うんで私に電話が来て、はい、親が多分話を膨らましてしまってああはいはいはいなるほどなるほど一応なんかその彼氏さんがなんか親と話した時に「はい、帰ってこい」って言ったのに「いや一緒にずっと住む」みたいな感じでなんか熱く語られたっていう話聞いたんですけど彼氏さん大丈夫な方なんですか、はい、全然情報が分からなくてはい こっちも何もあ知らないか一緒に住んでないしその状況も全然わからなくて妹が帰ってこないってなったんで群馬に行くってことは聞いてたんですけど、えー、もうなんか年も二十歳になるしあ<ー>自分の好きな通りにさせてあげればって言ったんですよ、帰ってこないってことはないので。はいはいはい で、こういうことになってたんで、そんなに大げさにすることじゃないなと思って。なるほど、なるほど、わかりました。ちなみに、あの、全く関係ないですけど、あの、はい、木村家のライン、あの、五人いるじゃないですか。グループラインで、はい、これ、誰が入ってるんですか。なんか、一人、なんか、登場人物に一人足らないものがいるなと思って。ちょっと待ってくださいね。ね確認します。はい。であお母さんの携帯ですね、はいはい。お母さんのアカウントが二つあるってことですか。あ、そうです。そうです。ああ、なるほど。

拉致されたとか無理やり娘取られたとかじゃなくて単純に親が嫌で家出したってことでいいのかな娘さんはそれをあなたが大げさに行方不明になったら拉致されたとか言って騒いだってことかな今回はじゃあそういうこと何これ木村家まあでもとりあえず明日帰ってくるってことになったわけだから解決だよな言ったろ最初に100% と解決すると。はい。ありがとうございました。あ、いえ,いえいえ。どういたしまして。ちなみに、あの、さっき、あの、送ってくれたしんいちって方、は誰なんですか。あ息子です。息子。どういうこと。<ん>あ、息子ってのは弟さんってこと。あ、そう。そうです。あ、弟さんなんだ。ん,ん。もう、よくわかんないけど。わかりました。じゃ、解決かな。はい。解決です。 えーとじゃあとりあえずですねえー、と1時間51分かまあこれまあじゃあ2時間ということで計算してですねちょっと待ってくださいね2時間で計算するんで500万です